言語で青年部でやってます。カドルです。職種は大工でやってます。最近体験的に、まあ、使ってるのは飲み物が多いかな。建設業界の、まあ、働き方、まあ、皆さんもちょっとよくわからないですけど、長い期間が長くて、やっぱり仕事できなくて給料が安くなってしまう。最近くらいで働いてる仲間が多いのかなと思います。夏場なんで、やっぱり自分に使うためっていうのは、無駄なのかもしれないですけど、使えるお金っていうのは限られてるのかなと思います。まあ、今まで狂犬類しか組合で入ってへんかったし、他の職種の人とこうやって喋れたりできてるし、まあ、それもいけへんかなと思います。